ッボーハリー杉山、ハリーがお送りしています JWaveHello World。ここからは番組独自の視点で、世の中の今を夜のトレンド研究所、サイバーラボのコーナーです。今週は、星座別2015年の夏は、この香りでハッピーねえ、ハッピーになりたいよね。僕はなりたいよ。<laughs> いや今もハッピーですけど、もっとなりたいよ。うん 今年もより楽しい夏を過ごすためにハロワがおすすめするのは香りの魔法、えー、毎回大人気の香りの先生ビューティープロデューサーの牧野和代さんにご登場いただきアロマアルケミストの藤井真帆さんが占ってくださった各星座のこの夏の運勢をもとにハッピーが盛り上がる香水の組み合わせを教えていただいていますさあ今夜はですね「水亀座」そして「魚座の」の、えー、2015年の夏はこの香りでハッピー。 えー、私もですねこの星座です水亀座水亀座の香りのコーディネートから教えていただきましょうそれでは水亀座さんなんですけれども2015年後半はやり残したことを再点検したり完璧に仕上げるような仕事が増えるそうなんですねなので裏ボのオードパルハムガイアクテンという香りをこれをですね手首の方につけていただきます こちらの香りの方はこうなんか夢をこう実現するような強さがあるような香りですので周囲やクライアントの信用を今まで以上に得たいとかそういう時にこうとてもね適している香りになっておりますそして恋愛運なんですけれどもこれにはですねフェルナンダのフレグランスボディミストのマリアリゲルっていう香りなんですけれども こちらの香りを特に下半身とか腰の部分とかスカートの裾とかにつけていただくとふんわり香ることで上でねちょっとこうどちらかというとルラボンの外薬点が割とこうなんでしょう高貴な香りにしたらもうちょっと抜け感をつけてあげるっていうのはこのフェルナンダのフレグランスのボディミストそして8月までにさまざまな出会いが生まれるって水亀さんは藤井さんの方からも言われてますので。 やはりですね、今年の夏の恋はもう癒しとか本当にこうふんわりした感じがいいですので「ああピースフルワールドのラブ」をですね首の後ろにつけていただきます香りって下から上に必ず上がっていくっていう特徴があるのでそこをこの水がの方は特に活用して こういう香りをつけることで自分自身もモチベーションも上げるしあと一頑張りとかやり残したことあともう一歩って時にちょっとねこの香りが力を添えてくれるっていうかうんより今まで以上に信頼をうん得ることができるんじゃないかなって思います。ハリーささんんもこれででららにね運運気気アップをはい目指しししていいいいたただけたら嬉しいかと思います運気欲しいです欲ようん でね、早速この水亀座におすすめの香りのコーディネート香、えー、ってみたんですけどもねなんかあのまず癒しというものは癒しなんですけれどもすごい品があるそしてすごいうまくブレンドされているそして何よりもなんかよくあの香水を身にするとなんかシャキッとするとかやる気出るぞっていう感じがするんですけどこれはね肩になんかちょっと溜まってるなんか力というか入ってる力というのは気持ちよく抜けますね。はい さあ続いては魚座におすすめの香りののコーーディネートを教えていただきましょう座方はですね割と仕事は正念場あの来年ね2016になるとすごくいいなって藤井さんもこうおっしゃっていたんですけれどもそういう時期はですね実はクリーンのやはりフレッシュランドリーの香りで周りに好感度、うん、とりあえずあげていただくでお洋服のタグに。 そして、えっと、魚座さんは恋愛運の中でもジムが通いとか趣味がなんかこうすごく楽しくなっちゃってパートナーとかをおろそかにしてしまうなんて言われてるんですね。なのでロジェガレのジンジャーパフュームっていう香りなんですけれどもジンジャーのお花と まあ木のねオリエンタルな香りなんですね。こちらをこうつけることで、あなたもこう大切にですよみたいな感じの香りを演出、うん、できます。そしてもう一つが、あのピースフルワールドのラブっていう香りなんですけれども、魚座さんに関してはやはり来年に向けての準備みたいにねしていただけると香りもねそのような、うん、ものをご用意したので、この香りにのせて運気をね。 パッと上げていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、牧野さんありがとうございましたえ、最後は魚座におすすめの香りのコーディネートを教えていただきました。香っていましたけど、これ一言で言うともうラブリーですね。うんなんかその水亀座のそのコンビネーションと比べるとこっちはもうなんかもうなん。何て言うんですかね。もう色のイメージとするなら淡いピンクですね。もう可愛らしくてあそれこそ。 あのツイッターでしおりさんが「うお座私の星座」というふうにおっしゃってますけどもかかななりおすすすめですなんかねあの気持ちよくハグされてる気持ちですね <laughs> はいさあ今週のサイバーラボ2015年の夏は「この香りでハッピー」と題してアロマアルケミストの藤井真央さんが占ってくださった各星座のこの夏の運勢をもとに牧野さんが選んだ「ハッピー」を盛り上げる香りの組み合わせを教えていただきました。 さあそして今回全星座の香りのコーディネートに使われている「アピースフルワールドラブ」は香りを知り尽くした牧野さんが開発した究極の癒しの香りとなっていますこの香りを毎日お一人様にプレゼントさせていただいてますご希望の方は番組アドレス h w「hw.j-wave.co.jp」j p までご応募くださいねマッキーの香り希望というふうにねルの方に書いてください さあそしてアピースフルワールドは香りを通じて世界をハッピーにそれをコンセプトに作られていてブランドストーリーを数々のテレビドラマや映画で活躍中の脚本家小松恵理子さんが手がけていらっしゃいます今後続編のの香りの発売も予定されているそうです。 またパッケージデザインを担当されているエルメスルイ・ヴィトンといったブランドのクリエイティブディレクターなどで活躍中のアーティスト川原信介さんのアート展でスペシャルデザインが発売されるそうですねえー、アート展7月22日から伊勢丹新宿店で開催の予定となっています皆さんぜひともチェックしてください以上サイバーラボのコーナーでした来週もどうぞお楽しみに